今回のお家ガリレオなんじゃないってぐらいめちゃくちゃ計算されてるんですよ。ここを広く見せるのも計算ですし、玄関でそれを感じさせない工夫も計算なんですよ。これ計算されてて、道路から見た時に綺麗に映えるようになってるんですよ。こんにちは。はい、こんにちは。リブワークの松永です。はい、はい、本日は熊本県荒尾市にやってまいりました。はい、私たちのお家じゃないみたいというかそうですね、なんか建築家の先生のお家みたいな外観になってますよ ね。すごいかっこいいですね。ちなみに今回2階建て？いや、今回は平屋になります。あんな2階のところに窓すっごいあるのに。そうなんですよ、あれは天窓と言われる、はい、勾配天井に作った窓ですね。なるほど、しかもね煙突もあるよねそうなんですよ、今回お施主様が結構旅行がお好きな方なんですね、うん、で、まあ、このご時世なのでなかなか行けない、でお家にいてもリゾート気分を味わえる、旅行に行ったような気分になれるようなお家をもうこだわって作りたいということで、いろんな工夫がされてます。でその中の一つがあの煙突です。じゃ早速ですが間取りからご紹介したいと思います。はい、はい、本日の間取りはこちらです。土地面積が 210.77坪、工事面積が 34.01坪の平屋のお家になります。今回 2LDK なんですよ。34坪で 2LDK の平屋なので、はいはい、まあ、必然的にリビングがめちゃ大きいんですね、まあ、正直上数で言っても過去一かもしれないです、広さは。そんなに。はい、では今回のテーマを発表します。はい、今回のテーマは、まるでガリレオが建てたお家です。ガリレオ？はい、まあ、ガリレオといえば、うん、あのめちゃくちゃ計算して、うん、あの頭いいで有名ですよね。もちろんもちろん、はい、今回のお家、ね、ガリレオなんじゃないってぐらいめちゃくちゃ計算されてるんですよ、うん、ああそういうこと？はい、そんなとこまで工夫したのっていうのがあって、うん、で正直その中の一つがこの外観にもあるので、うん、ちょっともう早速見に行っていいでしょうか。はい、はい、じゃあ中の方に移動したいと思います。はい、はい、じゃあ本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで玄関近くまで移動してまいりました。はい、はい、今回外壁、うん、ちょっと珍しいんですけど塗り壁です。あ、これ塗り壁なんですね。はい、通りで見たことないと思った。そう、ジョリパッドって言って、はい、なんかこうわざとムラが出るように塗ってあるんですよ。でまたねこの玄関入り口というか、ここもすごい贅沢だね。はい、ここは屋根付きの土間スペースになってます。だからちょっと椅子とかテーブルを置いてご飯食べてもいいですし、ちょっと日向ぼっこしてもいいと思いますし。確かにね、このかっこいいですもんね。はい、だから本当、うん、お住まいになってからがまた楽しみですよね。で、まあ、そういうお庭をいろいろしたいなとか、うん、いろいろ事情もあって、うん、今回高台の土地にお家を建ててらっしゃるんですよ。なるほど、確かにこうやって見ると道路がかなり下の方ですもんね。はい、はいはい、だから基本的に人目は気にならないのでプライベートな空間で楽しめるようになってるんですけど、うん、ここテラスの上の起点、うん、あの木が張ってありますよね、うん、これは、まあ、おしゃれさもそうなんですけど、うん、これ計算されてて。あ、ここでガリレオなんだ。はい、ガリレオポイントはいはいはい、あの道路から見た時に、うん、ちょうどこの軒点が綺麗に映えるようになってるんですよ。なるほど、要は外からの印象がすごくいいんだ。そうです。確かに私もこのお家こう車で入ってくるときに、え、これみたいなインパクトはあった記憶ありますね。そうですよね、うん、絶対通る人みんな、え、あの高台のお家何ってなります。なる。それをなんかはばからずそうなったわけじゃなくて、うん、ちゃんと計算してそこに作った。なるほど、すごいね。本当に計算されてます、うん、このお家は。めっちゃいいね。はい、じゃあ中に入っていきたいと思います。はい、はい、お邪魔します。でかっ、フィックス窓でかっ。はい、
こちらが玄関スペースになってます、はい、で正面に、はい、そうお気づきの通り大きいフィックスの地窓があるので、うん、ここに、植栽を今後植える予定があるんですね。だからその時は木を自然を楽しめるようになってます。でこっちが、うん、L 型になってて、うん、シューズクロープ、このおせし様の場合は、うん、ご自身でものづくりというか DIY するのが得意だそうで、はい、自分で作ったものを後から置きたいなとのことでした。ドアもね、なんだろう、このもう玄関から入るドアにして、この大きな窓にして、もう贅沢感が満載ですね。はい、贅沢感満載なんですけど、うん、このドアは実はハイドアではないです。え、上まであるじゃん。はい、上までありますよね。うん、でも違います。はい、はい、まあハイドアなんですけど、うん、ハイドアだよね。ちょっと違う、その秘密は後からご紹介したいと思います。はいはい、めっちゃ大事なところで噛んだね。はい、はい、じゃあ中に進んでいきます。はい、はい、うわすごい、なんだこれ。はい、はあ、こちらが LDK になっています。全体の広さが、はい、なんと 33.67 畳。ちょっと言葉が出ない。なんかどこ見ても魅力満載っていう感じなんですけども、うん、いやめっちゃすごい、何これ、はい、まあ、まず目を引くのはここじゃないですかね。これ、クロスじゃなくて、うん、大村さんのなんですけど本物のタイルを入れてます。岩ですよね。あの上間接照明があって光の陰影が出てるんですけど、こんな感じで、うん、結構激しめに凹凸がついてるんですよ、ね。はあ、いやもうこっから見てもなんとなくわかるけどすごいわ。そうで上が間接照明になってるので、うん、光の当たり方がすごいまだらになってて、うん、なんかこうムーディーな雰囲気が出てるんですよ、ね。なんか非日常感というか、うん、なんか贅沢高級感っていう感じはもうまさに出てますよね。こっち側にテレビが来るわけですね。そうですね、テレビを置く、うんうんうん、でただテレビあんまり普段見ない方だそうで。なるほど、はい、ちょっと配置はまた変わるかもしれないですね。いやもうこの雰囲気がすごすぎるわ。はい、でこのかっこいいタイルの横に、はい、薪ストーブがございます。はいはいはい、やっぱり開けると火花というか、火の粉、うん、ちょっと飛んだり汚れたりする可能性があるので下はタイルで空間を仕切ってます。黒でかっこいいね。はい、ここに薪を置く予定だそうですね。なるほど。ただちょっとまあ私もねストーブは別に初めて見るわけじゃないじゃないですか。でかくない？これですね、一番大きいサイズだそうです、うん、めっちゃでかいですね、うん、ここ熊本だよ、でかくない？しかもそんなにあの厳しい寒さのエリアじゃないんですけど、ね、いやでもやっぱり見るだけでも癒されますし、旅行が好きでリゾート感を味わいたいっていう意味でも、これはかなりこう存在感があるというか、お家をかっこよくしてくれてるものの一つだと思います。で33畳ありますけど、うん、なんかこうただ広くてのぺっとしてるってわけじゃないじゃないですか、うん、なんかこうメリハリがついてるように見えると思うんですけど、うん、ここ実は段差があります。あ、そうだね。ごめん、普段なら絶対気づくけど、なんかもういろんなところに意識持ってかれて今気づいた。はい、確かにさりげないんですよね。10センチぐらいしかこう差がなくて、ただこうちょっとでも段差をつけてあげることによってなんか空間をナチュラルに区切ってくれるような、そんな効果があります。ここのアセスタはやっぱりあの本物とか自然素材っていうのにもすごくこだわってるので、うん、さっきの壁もそうですし、このタイルも、うん、あの偽物じゃなくて本物を使ってます。だから重厚感がどっちもかなりありますよね。超高級感、はい、すごい。またこのこっちから見たこの雰囲気もすごいですよ。窓が上もあるからやばいよ、はい、開放感がすごすぎる。さっき外でここを道路から見たときに綺麗に見えるんです、うん、計算されてるんですって言ったのが あの天窓のとこですね。上のね、これですね。はい、はい、で計算
されてるポイント、まあ、ガリレオポイントは実はまだあって、うんうん、そうだよね、1個だけだったらそんなテーマにガリレオとか言わないよね言わないです、言わないです、うん、このドア、うん、さっき玄関で、うん、ハイドアだけどハイドアじゃないんですって、うんうんうん、意味わかんないこと言いましたよね、うん、はい、でこのお家あの標準仕様がハイドアになってるんですね、うん、元々、はいはい、でもこれハイドアじゃない、はい、サイズのドアに変更してるんですよ。確かにあのこっから見たらいや普通の高さのドアだなっていう、うん、ハイドアじゃないですよね。これを通常通りのハイドア使っちゃうと、うん、あのこの両脇の窓より一つ上に飛び抜けちゃうんですよ、うん、あ、そうね、確かにそうだ、はい、気にならない人もいるかもしれないですけど、うん、やっぱちょっと揃ってないとかっこ悪いというか、うん、揃ってた方がかっこいいじゃないですか。まあ、だってまだ窓まだありますもんね横に。そうそう、うん、そこを揃えるためにこれは通常サイズの扉に変えたんですよ、うん、はいはいはい。でもそしたら玄関側から見た時に、うん、あ、ハイドアじゃないんだってなりますよね、うんうん、でそれが嫌で、うん、ここの玄関の天井を下げたんですよ。あ、え、じゃあいつもの天井よりも高さ低いの？低いです。そうなんだ。なんか全然そういう感じ、全く玄関入った時しなかった。そうですよね、うん、はい、それはおそらくここに大きいフィックス窓があるので、はい、自然と目が外に行っちゃってたと思うんですよ。あ、まあまあそうね、間違いなく、うん、うわー窓でかってなったし、そうだからこう何にも気づかないというか、もう基本的には窓に意識がいってる状態でリビングに入っていく。でもトンネル効果みたいな感じでいきなり空間が開けるので、うん、さらにここがまた広く感じるんですよ。ここを広く見せるのも計算ですし、うん、玄関でそれを感じさせないこの窓の工夫も計算なんですよ確かにね、はい、でこのドアをうまく使ってナチュラルに、はいはい、でも玄関からハイドアにっていう全部計算されてます。まさにガリレオポイントっていう、はい、言いたかったです。はいはいはい、はい、ということで次、はい、キッチンに移動してまいりました。はい、はい、キッチンは今回グラフテクトさんのキッチンを採用してます。ですよね、はい、ですよね、もうこれはもうすぐ分かりました。はい、かっこいい、このお家にぴったりですね。グラフテクトさんの強みでもある、うん、このキッチンと同じ素材でダイニングテーブル家具が作れますよっていうので、テーブルもなんか一緒に購入されてますね。しかもちゃんとこだわってガスなんですね、 IH じゃなくて。あ、そうです、あのお世話様がお仕事柄結構料理される方で、うん、あ、なるほど、はい、こだわっておそらくガスにされたんじゃないかなと思います。あ、そういうことか。だってこれこっちから見たら料亭というかなんかできそうじゃないですか、お店とかも。そうですね、うん、ここが10センチ上がってるからちょっとなんか学校の教壇みたいな、うんうん、なんか見渡せる感じがすごいしますね。あのちなみになんですけど、うん、深見さん側が上がってるわけじゃなくて、うん、私のいるリビング側が下がってるんですよ。え？段下げのリビング。あ、ここ段上げになってるわけじゃないんだ。じゃないです、深見さんのいる場所が通常の高さなんですよ。そういうことなんだ、段上げだと思ってました。はい、騙されますよね、うん、そう、いつもだったら勾配天井することでこう開放感出してるんですけど、うん、今回それプラス段下げにもしてるので、うん、いつもより縦の長さが長くなってます。面白いですよね。だからこれもテクニックというか、まあ、計算の中の一つですよね。こう開放感をより出すための上げるんじゃなくて下げるっていう。はいはいはい、じゃあ次、水回りを奥ご紹介したいんですけど、はい、その前に一つここキッチンの横に収納があります。はい、もしかしてパントリーですか？はい、ここはパントリーになる場所。はいはい、ね、でシューズクロックと同じでご自身で棚を作って後から設置をされるそうです。なるほど、まあいろんなことができる旦那さんだからね。はい、じゃあ奥の廊下に進んでいきます。はい、で正面の扉から開けていきます、うん、こちらは？はい、お息を飲むってまさにこのことだねって今なりましたけど、はい、ここがおトイレ。ここも
まあ、外壁とかリビングと一緒で黒を基調とした壁紙にこの奥ですね、これ本物の木使ってますですよね、はい、やっぱちょっとクロスと違って凹凸が出る、なんかやっぱりクロスでもいいかもしれないけど本物の木見るとやっぱ違うなって思いますよね。じゃあ次、はい、次は、はい、脱衣室に行きます。はい、はい、こちら見た感じ、これ何ですか、コンクリート、はい、あのコンクリート調ですね、うん、本物ではないんですけどわざとこうムラを出して感じになってるのですごいモダンな雰囲気で出てますね、うん、めちゃくちゃかっこいい、本当にかっこいいと思います。でここが空間広く横取ってあるので、うん、なんかいろいろお化粧スペースとかいろんな空間として使えそうだなと思いますね、うん、すごいね、はい、でここ、うんうん、洗濯機を置きます、はい、はい、ということはそこにコスクリーンがありますね。そうです、ここで部屋干しができる、はい、方角的に実はここが南向きになるんですね、うん、そうなんだ、はい、でここがたくさん光が入ってくるので、はい、ここで干してもいいんですけど、うん、外で干してもいいと、うんうんうん、でお風呂もまたかっこいいんですよね、うん、こちらですね、はいお風呂は今回 1.25 坪タイプ、うん、であの珍しく浴槽側が広いタイプなんですよ、うん、めちゃくちゃゆったり入れそうです、羨ましい限りです、鳥肌立ちますね、はい、はい、じゃあ次各居室をご案内したいと思います、はい、キッチンの方に戻ります、うん、あでここに実はあのいろいろスイッチ類があったんですね。そうですね、キッチンの横にモニター関係がで、キッチン戻ってきまして、はい、この奥の部屋からご紹介します。はい、はい、はい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 、これは主寝室ですか。そうです、主寝室になります、はい、広さが 8.15 畳、はいね、でさっきお伝えしてなかったんですけど、うん、リビングとか家中全体クロス張り替えてらっしゃいます。あそうですね、気づきました。あの今ここの部屋は気づきました、うん、でこの部屋だけちょっとあの柄が分かりやすいようなグレーの壁紙なんですけど、うん、少し前の動画で、うん、あのクロスを白から違う色に全部変えてあげるとすごいなんか高見えするというか高級感が出るっていうお話をしたんですけど、このお家もまさにそうなんですね、うんうんうん、家中をクロスさりげなく変えてらっしゃる、はい、で、こっち、はいはい、とここがウォークインクローゼットになってます。確かに、はい、あここの中身はちょっとさっきのリビングと同じようなグレージュ。そうです、はい、で、両脇に収納できるようになってます。寝室はなんかこうちょっとイメージ変わりますね。寝室の雰囲気変えてるんですかね。そうかもしれない、いいですね。でここ何かというと、はいはい、ここはここは旦那様の書斎になります。あ書斎でこんなでかい窓見たことない、珍しいですよね、うん、はい、ここも、まあ、こだわりです、おせっ様の、はい、動画はね、あのここ高台になってるので、うん、景色を楽しみたいと、人目が気にならないので、うん、もう思い切って景色もですし光も取り入れれる。空間になりそう。はいはいはい、はい、でまたここに扉があって、うん、これもウォークイン、はい、ウォークインじゃないか、まあ、ウォークインじゃないです、収納になってます。ここは何入れるんでしょうね、まあ、お掃除道具とかでもキッチンとかリビングとすぐ近いので、ね、取りやすいかもしれないですね。いいね、はい、いやめっちゃこれはすごいですよ、はい、では最後のお部屋です。はい、入ります。はい、こちら、ここは子供部屋ですか。ここはですね、一応洋室になってて、うん、まあ、将来いろいろ客間だったりとか、うん、まあ、それこそお子さんがとかいろいろ使い分けができるようにとってあります。で、ここにあの吐き出し物がついてるんですけど、うん、さっき寝室にもあったの気づきました。あ、あったね、書斎の隣あったね、居室にこんなあるの結構珍しいじゃないですか。
そう、だって出入りするところじゃないもんね。そうなんですよ、うん、あ、まあ、出入りするっていう意味では合ってるんですけど、うんうん、あのワンちゃんを飼う予定があって、はい、あのこっちにドッグランを作ろうとされてるんですね。あ、なるほどね、ここにね。はい、なのでこう出入りができるように、はいはい、ワンちゃんが走り回れるようにドアをつけたそうです、窓を。なるほど。で最後ですが、うん、ここにまた収納が、子供部屋収納というか、まあ、予備室収納。はい、ではリビングに移りたいと思います。はい、はいはい、ということで本日は 34.01 坪の平屋をご紹介しました。いかがでしたか？圧倒されましたね。もう本物へのこだわり、窓へのこだわり、目線へのこだわり、もう本当にね、なんか計算され尽くしてますね。確かに、うん、なんかその一つ一つがこう合わさって、この一個の家の良さが出てるっていう感じがすごくしましたよね、うんうん、これはちょっとハイレベルな感じがしますね、はい、まあ、あとは正直お金もかかるものが現実的な話をしだしたね。はい、ちょっと現実的に言うと、うん、まあ、ある程度ね、ご予算にも多分あの余裕のある方だったんじゃないかな。まあまあそうね、はい、印象もありつつ、うん、はい、まあ、でもそれこそやっぱりここは真似したいねと、うん、ここは違う代替案で行こうって、うん、いろいろ工夫の仕方はまだまだあると思いますので、ね、はい、自分に合ったものを見つけていっていただければ思います。はい、はい、ではということで、また次回の動画も楽しみにしていてください。はい、はい、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。